デカ盛りラーメンとエンターテインメント要素もある。デカ盛りチャーハンが食べられる店、気になりませんか？西屋に行きましょう。 JR 東海道線富士駅より徒歩11分、住宅や店舗などが入り混じった場所にあるラーメン店。駅からそれほど遠くはありませんが、比較的のどかな場所、富士川の比較的近く、ラーメン店なら天津の近くです。外観は民家みたいな感じで、あまり目立たない存在なので隠れ家的雰囲気ですね。赤いチャーハンが名物で、お店の人にどうやってチャーハンを赤くしているか聞くと、情熱の赤と言われるのだそう。おそらく食紅で色をつけていると思います。もう少し駅寄りには安兵衛があります。創業はなんと昭和39年、50年以上の歴史があります。数年前にすぐ近くから移転して、建物は新しくなりました。移転前も移転後も相変わらずの人気、リーズナブルなお値段も人気の要因の一つでしょう。駅から1分の場所には巻があります。駅地下なのに場所が分かりにくいので、存在を知らない人もいるのかも。外観も店内も超がつくほどノスタルジック、昭和レトロ好きにはたまらないお店です。このチャンネルでは47都道府県6000杯以上のラーメンを食べ歩いた私が、静岡県を中心に全国のラーメン店を紹介していきます。気になっていたけど入ったことのないお店や新店情報が気になるあなた、チャンネル登録をしていただけると励みになります。全国東京ラーメン食べ歩きバイ静岡人、ブログもよろしくね。西屋ですが、店主さんは以前麺屋中川にいらした方で、その後独立しタブーを沼津市原に出店、その後富士市のタブーザボニートになりました。富士市のお店がパチンコ店の閉店のため移転となり、同じ富士市の水戸島に西屋がオープンしました。店名は店主さんの名字が西家さんなので、店名はそこから来ていると思われます。店主さんは空手をやっており、男気のある方、一見こわもてですが組長と呼ばれ、後輩の面倒見もよく優しい方です。あ、組長と呼んでいるのは私だけかも。それとは逆に店主さんは私のことを男梅と言います。全然似てないと思うのですが、男梅似ている選手権にはいつ出るのだとか、そもそもそんな選手権あるのと思って調べていたら、あった。リアル男梅像出現だそう。腰章さんにも見えますが、鬼越トマホークさんですね。もっと調べたら、一心不乱に頂点を極める男梅のキャラクター男梅像と見まがうほどの顔を、全国から発掘する男梅岩天下一決定戦が開催されていました。組長は冗談で言っていると思ってましたが、まさか本当にあったとはびっくり。そんな組長ですが、飲みに行くと見た目通り、飲み方は豪快だし本当に楽しい人です。到着しましたよ。静岡県富士市水戸島 2-2-24、 駐車場は店の前と横に数台分。店の前にはラーメンの冷凍自販機が設置済み、以前スナックだった店舗らしく、扉は真っ赤で中が見えません。扉だけ見たらラーメン店とは思えないかも。店内はカウンター席とテーブル席があります。厨房が見えるスタイル、入り口付近に券売機がありました。日本昔話みたいになってる。開店当初と比べるといろいろ変わりましたね。限定メニューもありました。味噌ラーメンプラス鬼ヶ島餃子。ラーメンのトッピングはもやし、メンマ、ネギ、糸唐辛子、チャーシューニンニクなど、ニンニクは入れるかどうか聞いてくれます。スープは動物系主体で濃厚なもの。
味噌味自体もかなり濃厚で、ガツンとパンチのあるもの。オイリーなので余計に濃厚に感じます。さらにニンニクでパンチが増していくんですよね。そこそこしょっぱめで、脳天までガツンとくる味。このしょっぱさが癖になり、多くのリピーターを生むのでしょうね。一度食べたら忘れられない、中毒性の高い味です。太麺は縮れていて、もちもちブルンブルン、口の中で暴れ回る麺という感じ。なかなか凶暴な麺です。二郎系ラーメンを食べてるな、という実感が湧いてきました。濃厚スープとの相性はいいですね。短くてすすりやすい、シャキシャキしたもやしが大量に入っていて、食べ応えがあります。野菜増しはできるのだろうか。チャーシューは厚みがあるもので、食べ応えがあります。肉を食ってる感がすごい。ジューシーで噛むと肉汁で、口の中が満たされました。チャーシュー増しにしたら、とんでもないことになるだろうな。さらに麺大盛りなどにしたら、かなりヘビーになるでしょう。丼は側面に龍が刻まれていて、めちゃめちゃかっこいい。醤油ラーメンは比較的あっさりで、味噌ラーメンがこってりなのだそう。鬼ヶ島餃子は鬼ヶ島唐辛子が、もなかの中に入っています。通常は赤鬼ですが、たまたま赤がなかったらしく、この日は青鬼。この唐辛子は、お店でも売っていました。肉や野菜などがバランスよく、入った餃子にこの唐辛子が、よく合いますね。唐辛子は、辛すぎず、結構たっぷりつけても大丈夫。酸味と辛味のバランスが絶妙です。ご飯にも合いそうな感じ。チーズタブチャー大、チャーハンの上にお椀が乗っている状態で提供されましたよ。これを自分でゆっくり持ち上げます。急に持ち上げると、角煮が勢いよく転がってしまい、こぼれてしまうので慎重に。すると、チャーハンの上に肉の塊やら、チーズやら、とろとろ熱々な、ものが一気に溢れ出てきました。これは面白い、チーズタブチャーにしたので、お椀を持ち上げた後、お店の方がカレーパウダーをかけてくれました。これは動画だからこそ、面白さが伝わりますね。熱々ふわふわの卵、とろけるチーズ、豪快に切られた巨大なチャーシューがゴロゴロと、カレー粉のスパイシーさも加わり、美味しくないわけがありません。チャーハン自体には最初ネギや卵が入っていました。お米はややパラッとした感じで、熱々のあんがかかることを想定してこんな仕上がりなのかも。お椀の部分にはタレのようなものも入っていて、これが甘めで味濃いめで結構しょっぱめ、インパクト抜群の味付け。ラーメンの味と同様に、一度食べたら忘れられなくなること間違いなし。ご飯の重量は並が 250g、 大が 400g、 特が 700g。 サイズが3つから選べたので真ん中の大にしてみました。大食い兄貴たちに人気が出そうなメニュー、次回はご飯 700g の特サイズにチャレンジですね。どのサイズも値段は同じなのだそう。ほぼ確実に満腹になれることと、見た目も楽しいことを考えたら、このお値段は安いと思います。チャーハンを頼んだ人のみ、追加注文できるおまけラーメン100円も気になったのでした。静岡県富士市三戸島の西屋、店主さんは麺屋中川、沼津市のタブー、富士市のタブーザボニートという経歴がある方。一見こわもてですが、組長と呼ばれ後輩の面倒見もよく優しい方です。以前スナックだった店舗らしく、扉は真っ赤で外から中が見えません。店内はカウンター席とテーブル席あり、がっつり系がメインです。味噌ラーメン等にガシマ餃子、スープは動物系主体で濃厚なもの。味噌味自体もかなり濃厚で、ガツンとパンチのあるもの。鬼ヶ島餃子は鬼ヶ島唐辛子が、もなかの中に入っています。辛さと甘さのバランスが絶妙でうまい。チーズタブチャー大、チャーハンの上にお椀が乗っている状態で提供されましたよ。これを自分でゆっくり持ち上げます。チャーハンの上に肉の塊やら、チーズやら、とろとろ熱々な、
ものが一気にあふれ出てきました。チーズタブチャーにしたのでカレーパウダーがかかります。濃いめでインパクト抜群の味付け、熱々ふわふわの卵、とろけるチーズ、豪快に切られた巨大なチャーシュー、一度食べたら忘れられなくなるチャーハンなのでした。